全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが、先日リスナーさんからこんなリクエストいただきました。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近寝る前に動画を見るのが日課になってます。ありがとうございます。そこで、最近政治家が襲われるテロ事件のようなものが多くてびっくりしてますが、その中でも警護してる SP の対応について賛否が分かれてるのが気になります。 Twitter でも訓練の動画みたいなのが上がってて、あまりにもしょぼいと言われてました。近年起きてる事件から日本の SP が無能だという意見があるのですが、本当なのでしょうか、調べてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。そうですね、今年また総理が襲撃に遭うということが起きましたね。こちら一旦詳細なんですけど、これが先月の15日ですね。和歌山県和歌山市の漁港にて岸田首相が選挙演説をしようとしたところ、岸田さんに向かって筒状の爆発物が投げられるという事件が発生しました。これが手製の爆弾だったんですけど、実際に爆発音もその後鳴り響いてしっかり起動したことが分かってます。さらにその後ですね、 60m 離れたコンテナに爆発物の蓋がめり込んでたんですよね。そのくらい威力というのもしっかりありました。ただこちら幸い岸田首相っていうのがすぐに SP によって安全は確保されて死者は出ませんでした。ただ怪我人に関しては現場に居合わせた70代の漁師の方が背中に軽傷を負ったということが分かってます。でこの事件の犯人なんですけど、木村隆二という24歳の若い男性でして、この動機がですね、令和4年に開かれた第26回参議院議員選挙、これに立候補しようとしたんですけど、この参議院の選挙の立候補の条件というのが、まず満30歳以上であること、あとは供託金として300万円を納めるということが条件にあるんですけど、この木村容疑者どっちの条件もクリアしてなかったんですよ。それがおかしいだろうというふうに言い出して、国に損害賠償を求める訴訟を起こしていたんですね。この不満がですね、今回の事件を引き起こすきっかけになった動機じゃないかと考えられてます。どんな動機やねんって話ですけど、安倍首相の銃撃事件からまだ9ヶ月ぐらいしか経過してないんですけど、これは去年の7月に起きましたね。これもまた同じく参院選の街頭演説をしていた安倍元首相が銃撃されて死亡するという事件でした。で今回、そして安倍さんの時にも注目されたのがセキュリティポリスと呼ばれる人たちです。通称 SP ですね。皆さんも去年から今年にかけて結構耳にしてるとは思うんですけど、この時いずれもこの SP の行動っていうのが聴衆が撮影した映像に残ってて、かなり動きっていうのが疑問視されました。安倍さんに関しては犯人が一発撃った後、2発目まで撃つ時間が3秒ほどあったんですけど、この間 SP は何やってたのかとか、あと配置に関してもどの角度からでも安倍さんに近づけるような場所で演説をさせていたと、これがそもそも問題だったんじゃないのかとかね。とにかくこの時は SP は無能だっていう風にすごい批判が集まりました。ただ実際警護に当たってた神奈川県警もですね、犯行を防げなかったという風に認めて、部長クラス複数人に懲戒処分が下されています。一方ですね、今回岸田さんの襲撃に関してで言いますと、対応はものすごくスピーディーだったということで、そういった SP に関しての意見というのが目立ったかなと思いますよね。ただ今回なんかトロッコ問題みたいなので例えられてたんですけど、爆発物が投げ込まれた瞬間ですね、 SP はとっさの判断でその爆発物を聴衆がいる方に蹴り飛ばすんですね。これに対して一部では、みんなの命より一人の命かよみたいな批判もあって、さらに犯人をいち早く取り押さえたのが漁師だったということもあって、やはり警護はできてないんじゃないかという意見も出たんですね。その後すぐに SNS には SP の練習風景みたいな、その動画拡散されて、何やってんのこれみたいな感じで結構いじられたりすることにまでなったんですよ。そんな今日の本題なんですけど、実際こういった場合 SP の職務内容とか立場としてはどうするのが正解だったのか、というかそもそも SP って何なのかと、事態や職務内容について深掘りしていこうと思います。まず SP とは何なのかと言いますと、セキュリティポリスの略でして、警察組織内の要人警護のスペシャリスト集団のことを指します。この警護の対象になる要人っていうのが、警護要則っていう規則で厳密に決まってまして、それが内閣総理大臣とか官僚とか最高裁判所の裁判員、衆参両院の議員、政党幹部、首相経験者とか、あとは海外の要人とか、警護できる対象っていうのは決まってるんですね。で実はですね、この SP 自体はもともとなかったんですよね。とある事件がきっかけで設立されたんですけど、それが藤山議員襲撃、そして三木首相大田事件というものなんですけど、これざっくり言うと1975年ですね、当時の内閣総理大臣だった三木首相がですね、佐藤元首相の国葬に出席してたんですよ。そこで大日本帝国党ってあったんですけど、そこの党員に襲われて殴られるって事件あったんですね。幸いこの時首相は軽傷で済んだんですけど、この時これがナイフだったら命まで取られてたということで、それまで警護を完全にしてなかったってわけではなかったんですけど、この事件きっかけでもっと近くにいないといけないということになって、警護の形を変えようという動きになったんですね。でまた後ほどお話しするんですけど、アメリカには似たような組織でシークレットサービスってあるんですよ。このシークレットサービスってのは最初から大統領を取り囲むような形で警護してたんですけど、こんな感じでもう警護してるということは一目で分かるような体制にしようということで作られたのがこの SP の今の形なんですね。なので超重要人物というか、要人を命を懸けて警護するので、警察だったら誰でも簡単になれるわけじゃありません。まず条件として身長は173センチ以上、柔道もしくは剣道3段以上、そして拳銃射撃の上級、これらの条件というのは大前提必須でして、ここに逮捕術、格闘術、射撃技能、特にこの射撃に関しては25メートル先の直径10センチの的に拳銃で10秒以内に5発以上をほぼ全弾制限時間内に命中させられることっていうのがあります。さらには運転テクニックですね。そして VIP を接遇する礼儀作法、なんといっても要人のためなら自分の身を盾にして、最悪の場合は殉職する自己犠牲の精神、さらにその中からえりすぐりの候補者を選抜して、約3ヶ月間特殊な訓練を経て、この競争を勝ち抜いた優秀な人材だけが SP になることができると言われてます。ただ厳密な倍率っていうのを調べても出てこなかったんですけど、かなりの激戦だってことと、特に機動隊員の方が SP になることを希望することが多いそうですね。国の重要人物を守るっていうね、責任の大きさもそうなん
なんですけど、特に厳しい理由に普通の警察官とはそもそも所持できる装備品というのも変わってきます。通常ですね、日本の警察官が持ってるのがメネベアミニツニューナンプ M60 とかスミス&ウェッソン M36 とかリボルバー式の小型のものが基本なんですけど、セキュリティポリスになるとシグ P203GP っていうね、オートマタイプの拳銃であったりとか、グロック社製の大型ハンドガングロック17、これを独自の仕様にカスタムしたものを所持できます。あと SP といえばイヤホンにスーツってイメージ強いと思うんですけど、このスーツに関してもちょっと雑学あって、 SP の方って今回収められた映像にもあったんですけど、上着のボタンを絶対閉めないんですね。これなぜかわかりますか？これがいつでも胸の内ポケットに入れた拳銃とか警棒とか装備品を取り出すことができるように開けてると言われてます。これは僕と同じですね。先ほども言いましたけど、特に SP の射撃に関しての技術っていうのは一般の警察官の射撃レベルをはるかに超えてるとされてます。特殊部隊と同じくらいの技量があるそうです。なので SP になる方っていうのはかなりエリートってことは間違いありません。ちなみにさっき言ったアメリカのシークレットサービスなんですけど、実は SP とシークレットサービスというのはやること似てることもあるんですけど、体制的には全く違う組織です。っていうのが SP は要人を警護する目的の組織、特別な訓練を受けた警察官がなることができるんですけど、対してアメリカのシークレットサービスはですね、大統領とその家族、そして過去の大統領、外国の首長が訪問した時の警護をする組織と、ここ警護って意味で一緒なんですけど、設立のきっかけとかも全然違って、もともとシークレットサービス、偽造通貨取締りの科学捜査の目的で設立された財務省の機関だったりするんですよ。そもそも警察じゃありません。あとはこの組織内にまた捜査班とか爆発物処理班なんかを持ってるっていう違いがありますね。ちょっと話を戻して、なぜこんなエリートが集まってる組織なのに SP が解決しましたみたいな事件をほとんど見ないのか、最近になってこのセキュリティポリスっていう言葉が皆さん聞くようになったと思うんですけど、っていうのもですね、 SP っていうのはそもそもの任務が事件を未然に防ぐことなんですね。例えばなんですけど、要人がトイレに行こうとした場合、じゃあ SP も一緒に入って守るのかって言われると、そうではなくて、事前にトイレの中、そして周辺に不審な人物がいないか、不審なものが置かれていないかっていうのを徹底的に確認するんですね。これが SP のミッションなんですよ。なのでもちろん拳銃の腕とか身体能力とかもすごい大事になってくるんですけど、それよりも状況を的確に見極める判断力、そして観察力、危機管理能力、緊急時にも動じない姿勢、こういった未然に防ぐという場合の方がはるかに大切だと言われています。で、今回の岸田さんの件しっかり、安倍さんの件もそうなんですけど、 SP に対する批判の声というのは上がりますよね。でも実際検索しても、安倍さんの件以前はですね、 SP が注目されたという事件ってほぼないんですよ。この理由っていうのは、しっかりと目的を果たして今まで事件というのを未然に防いできたからなんですね。任務が任務なので、 SP が失敗するイコール国にとっての大事件なんですよ。それだけ注目度も上がるんですけど、今までずっと命をかけて守ってきたのに、やはり一つの失敗でね、叩かれて処分されて、動画とか回されて SP は無能だとかね、これはあんま良くないんじゃないかなと思いますね。普通に何事もなく終わってる演説なんかは SP のおかげっていうのも絶対あると思います。だからこそ発生を防ぐんで、なかなか感謝されない仕事ではあるなと感じるんですけど、仮に僕ら一般市民がボディーガードつけたいなと思った時、これは SP の方つくのは難しいんですけど、民間の企業とか警備器具を使えば警護してもらうことができます。実は日本にもこういった会社ってかなりあって、なんなら民間の方が断然多いくらいです。もちろん民間なんで所持できる装備品とか SP には劣りますし、料金も会社によってバラバラではあるんですけど、もしね、警護必要だなという方いたら、こういう会社もあるよという話でした。はい、とざっくりと SP について紹介したんですけど、最後にこの SP は本当に無能なのかっていうところなんですけど、動画でも言ったんですけど、大前提ですね、犯罪を未然に防ぐという意味では必要不可欠だと思います。ただ今回の岸田さんの事件とかを例に出すと、仮にここに外国勢力が関わって軍隊並みの武装してきてたら、さらに今回の岸田総理の襲撃の爆弾が即起動していたら、そう考えると安全っていうのを確実に保障するのは SP には限界があるという意見もあるんですよね。僕もそう思います。となるとですね、やはりそもそもこうした凶悪な事件とかテロなんかが起きない環境、起こせない環境にするという努力の方が大切だと思ってて、以前出した日本の公衆トイレに関する動画でも言ったんですけど、これは起こそうと思えば起こせるという状況を減らしていくしかないのかなと思いましたね。社会もそういう風になってきてて、アメリカではすごい最近ですね、指紋認証顔認証のバイオファイアースマートガンつって、本人じゃないと使用できないという拳銃が出てきたりしてるんですよね。なので日本も今後少しずつそれは変わっていくんじゃないかなと思います。やはり事件を未然に防ぐという意味では、起こさせない環境を作る努力っていうのは大切になってくるんじゃないかなというお話でした。はい、というわけで今日は以上です。ぜひですね、皆さんのこの動画に関する感想、ご意見、コメントなどお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。